どうしてブログでお金を稼げないのか。これができていれば稼げるし、これができていないと稼げないんです。もう例外はありません。絶対にお金稼ぐ方法。これ存在しないって言われてるじゃないですか。これ存在するんですよ。自分でね、お金稼ごうと思ったら、利国上みたいなものが必要なんですよ。はい、ということでやっていきましょう。はい、今日の動画なんですけども、今日は僕よく生配信でみんなからの質問によく答えているんですけど、その中でめちゃくちゃよくする話があります。 で、今日の話を分かっていないからブログとかで結果が出ていないっていうぐらいですね、重要な話だと思っています。で、どうすればブログでお金を稼げるのか逆にどうしてブログでお金を稼げないのかっていうのの、えっと、18年の経験をもとにですね、僕のたどり着いた真実みたいなのを今日の動画で話そうかなと思います。いや、これだろ、というものがあるのでね、それを話していきたいなと思います。まあ、今日の話は基本的にブログを軸に話すんですけど、ブログ以外のビジネスでも同じですね。なんで YouTube だろうと。 まあ画像編集だろうと。まあその他のビジネスだろうと。何でも同じだと思います。はい。汎用性がある話だと思うのでね。ぜひぜひ楽しみにしてください。ということで、えっと、まあブログ向けにいろんな話をしていきたいんですけども、この動画を見てる人だったらブログをやってる人が多いと思うんですけど、おそらく、まあそういう人でもなかなかうまくいってない人っていうのが多いと思うんです。で、そういう人に割と共通して言えることとして、えっと、ブログはもっと簡単に稼げると思ったのにって思ってないですか まあそういうことをめっちゃ言われるんですよ。ブログもっと簡単に稼げると思ったけど、全然稼げねえじゃねえか、難しいじゃないかっていうのをめちゃめちゃ言われるんです。で、まあ、なんでね、そういうギャップが生まれるかっていうと、やっぱり SNS とかで見てると、めちゃめちゃいいところだけが出るんで、だからめっちゃ稼いでる人が、まあ、フューチャーされてバズったりするんで。<laughs> だからそれを見てるとなんとなく自分ではいけそうな気がするけど、なかなか難しいと。まあ、SNS で見てる理想と現実にはギャップがあるということですね。で、ここでね、まず最初に考えておいてほしいことっていうのは、やっぱり自分でお金を稼ぐっていうのはめちゃくちゃ難しいことだっていうことですね。別に自分でお金を稼ぐ以外の、例えばサラリーマンとか簡単だって言ってるわけじゃないんですけど、でもそういうふうな組織に所属するわけじゃなくて、自分で何かを立ち上げて、そこでお金を稼ぐっていうのはやっぱりみんなが思ってる以上に難しいと。 なんだろ、サルディーマンとして、じゃあ朝から晩まで働いて、例えば月収20万、30万とか稼いでいるのは、自分でブログを立ち上げたらね、いきなり簡単にその20万、30万稼げるか全然そんなことはないわけで。やっぱり何の後ろでと、後ろ立てもない中で稼ぐっていうと、それはめちゃくちゃ大変なこと。で、僕のね、このその w e b s t v ではそれを伝え続けてるわけですよ。ブログは大変だよ。あの、頑張ったら稼げる。 可能性はあるけど、でもめちゃめちゃ大変だからめっちゃ頑張んなきゃダメだよっていうふうに言ってるんですよね。まあそういう話をしていると、やっぱり厳しいとか、うん、難しいってよく言われてしまうんですけど、あの、あんまり僕はそうは思ってないんです。まあ他の人に比べたら厳しいかなとは思いますけど、まあでもあんまりそういうふうには思ってなくて、まあそれってお金稼ごうと思ったら必要なことで、なんかそんな言わなくてお金稼げるぐらいだったら何にも言わないんですけど、でも結果的にお金稼げなくて悩んでる人がいて、でもその理由って割と、なんだろう、めちゃめちゃシンプルなもので、 やっぱりお金稼ぐのが難しいからもっと頑張んなきゃいけないよねっていう話なんですけど。で、まあその辺のブログはね、もっと簡単に稼げると思ったのにみたいな話って、まあ現実から目を背けたら負けだと思うんですよ。なので、まあ冷静に客観的に自分の現在地と目標までの距離っていうのをちゃんと考えてみてほしいなと思います。大人じゃないんですか、言ってみんな。まあこの動画を見てる人っておそらく小,小学生、中学生ってまあいないですよね。いたとしてもそんなのほんまに一握りで。 まあ本当に数人とかそんなレベルかなと思うんですけども、ほとんどの人は多分サラリーマンで、そこそこのね、社会人経験のある大人だと思うんですけど、だからこそ自分の目標っていうのが、今のね、ちの自分がやってることから考えてどのぐらい難しいのかって、なんとなくはわかると思うんですよ。で、冷静に考えてもらったら、おそらくですね、ほとんどの人は現在地から目標までかなり遠いんじゃないかなと思います。はい。だったら、その分、まあいろんなね、努力をするのもそうだし、覚悟を決める必要があるよね、という話です。 はい。まあ、例えるんだったら、まあ、フルマラソンを走ろうとしているのに、近くのコンビニに行くぐらいのノリでね、あの、サンダル履いちゃってる人が多いわけです。フルマラソンってさ、サンダル履いてる人なんていないじゃないですか。そんなんでフルマラソンを走れるわけないんですけど。まあ、そんなん最初から無理やんという話なんですが、ま、なぜかね、ブログだとそういうことをやっちゃってるということで、ね。まあ、他人から見ると明らかにもう不可能で、あの、異様に映るんですけど、でも本人それ分かってなかったりするんですよね。え、だから、ブログとかでもね。 なんか、こんだけ稼ぎたい。例えば、まあ、月に100万円稼ぎたいって言ってる人ってめちゃめちゃいると思うんですけど、まあ、そう言わなくても別に思ってるだけでもいいんですけど、100万円稼ぎたいです。でも実際にやってる作業が1日30分ぐらいしかブログやってませんみたいな。そういう1日30分の作業でさ、月に100万円稼げれば、誰も苦労はないわけで。で、そんなの、えっ、ー、と、どう考えたって無理なんですけど、でもそれって、周りで客観的に見てると明らかに無理だっていうのは分かるんだけど、自分がやっちゃうとなんかいけると思っちゃうんですよね。まあでもなかなか、 それがね、実現するっていうのは難しいので、まあ、なので冷静にね、ちゃんと目標までの距離っていうのは見極めてほしいなと思います。で、えっとね、ブログで稼ぐために重要なことですね。まあ、こっからは割と本題だったりはするんですけども、えっと、これ僕がブログを18年間やってたどり着いた真実なんですけど、えっと、今日のパンチラインです。この話が。これ何かっていうと、結論は試行錯誤を継続できているかどうか。もうこれだけですね。もうこれ以上でもこれ以下でもないこれです。もうブログ多 で、稼ぐために重要なこと、必要なこと何ですかって言われたら、これ。試行錯誤を継続することではい。もうこれができていれば稼げるし、これができていないと稼げないです。もう例外はありません。もうこれです。はい。なので、まあ今までのね、こう自分の、えっ、ー、と、考え方とか行動とか、いろんなものを振り返ってもらって、試行錯誤を継続できているかどうかっていうのを考えてみてください。いや、どうですか自信を持って、イエスって言えないんだったら、多分今のままだと結果出ない。難しいと思います。 まあ今まだ始めたばっかりで結果出てない人もちゃんと試行錯誤を継続できていると。まあそういうのが自分の考え方とか行動にちゃんと出ているっていうんだったら、それは続けていれば結果が出ると思います。はい。で、この話をするとね、まあそんなことを言うと、結局それも才能のうちでしょって言われたりするんです。まあその試行錯誤をするのもね、継続するのも才能だっていう人がいるんですけど、まあこれは僕は違うと思っているんです。これは違うと思う。 で、なんで違うっていうかっていうとですね、というかそもそもですね、この才能って言葉にすぐ逃げちゃう人いるんですけど、まあ結果が出ない人の典型例なんですよね。やっぱ才能って言葉にすぐ逃げちゃダメで。まあちょっと、あの、さっきの試行錯誤を継続するというところから話が脱線するんですけど、なんでそもそも結果が出ないことをね、才能のせいにしてしまう人が多いのかっていう話なんですけど、まあこれって、まあやっぱ何かあった時に、 なんか本人もね、無意識にいろんなことを才能とかセンスで片付けちゃうパターンって多かったりするじゃないですか。自分には才能がないからできないとかやらないとかって。で、その理由何かっていうと、結局のところ答え簡単で、才能のせいにしてしまったら本人が努力しない言い訳ができるからですね。はい。だから自分が、えっ、ー、と、才能ないから努力しても無駄。だから努力しない。まあ、気まぐれに、あの、ちょっとやってもうまくいかない。まあ、ブログとかもそうなんですけど、うまくいかないと思うけどやってみた。ほらやっぱりうまくいかない。やっぱり自分には自信ない。あの、才能ないんだってなる。 そんな感じですね。まあ、ブログで稼ぎたいって言っているんですけど、まあ、本気でそう思ってるわけじゃないと。ほんまに稼ぎたいんだったら、まあ、やるわけじゃないですか。才能あろうがなかろうが。別にやんなきゃしょうがないからやるじゃないですか。でも、やっぱり、自分には才能がないって思ってしまって、うんと、やらなくなる。やれなくなる。まあ、だからこそ結果が出なくなってしまうんですけど。まあ、なので、そんなに努力しないで、リスクもなく何かでお金稼げたらいいなぐらいにしか思ってない人って結構多いんじゃないかなと思います。 はい。まあどうですかまあど、そのどこぐらいまで、そのね、ブログで本当にお金稼ぎたいと思ってるかっていうのは人によって全然、ね、違うと思うので、まあその差っていうのは別にいいんですけど、まあでも、そのブログで、なんか18年間お金を稼いでるという立場から言うとですね、やっぱりそういう、うまあなんてそんなに努力しないでお金稼ぎたいとかって思ってる人は、えっと、まあはっきり言うとですね、まあそんな人に負けるわけはないんですよ。まあこうやってる側からすると。うん だってブログって言ったらみんながライバルなわけじゃないですか。もう全員ライバルですよ。僕も、その、この動画を見てブログをやってる視聴者さんだって言ってしまったらライバルなわけです。だってみんなで SEO の上位取り合ってるわけなんで。じゃあそこでね、あの、そんなに努力しないでリスクもなく何かでお金稼げたらいいなーくらいしかね、思ってない人に、じゃあ負けるかって言われたら負けないですよ。それはなぜかって言ったら僕は生活、かかってるし。 で、会社やってて、従業員もいるわけなんで、その人たちに給料払わなきゃいけないって、他の人の生活もかかってるわけ。なので、だから覚悟とか、まあ単純な作業時間とか、あと18年間やってきたんで、そら知識も経験も人脈もスキルも違うわけなんで。うん、なので、なんかそうやって、えっと、なんとなくお金稼げればいいなぐらいにやってる人と比べた時に負けるかって言ったら、まあこれは負けないだろう、さすがに。で、やっぱ自分でね、お金稼ごうと思ったら、利国上みたいなものが必要なんですよ。 これをね、絶対に、あの、忘れないようにしてほしいなと思います。その、特に SEO だったら、自分より、えっと、上位っていうのを引きずり下ろしてね、自分が上位にならないとお金稼げないわけですよ。だって集客ができないから、SEO だと。で、これって言ったら努力量に応じてお金稼げるわけじゃないんですよね。だって1日2時間頑張ったら稼げるっていうのは結局、まあ、絶対的な考え方じゃないですか。1日2時間、時給1000円で。まあ、例えば、えっ、ー、と、じゃあ1日8時間ね、8時間働いたとしたら、 えっと、時給1000円で8000円もらえる。まあ、これサラリーマンとかバイトだったら、おそらくほとんどの人がこの働き方なんですけども、やっぱ自分でお金稼ごうと思うと相対的な考え方になるんですよね。だから自分がどんだけ努力しようと、えっ、ー、と、他人がそれよりも頑張ってるとか、他人がそれよりもね、あの、ブログとかでいいものを作ってるってなったらダメなわけですよ。まあ、でもこれ逆に言うと、自分がそんなに頑張ってなくても、他人がそれよりも、あの、下だったら全然お金稼ぎてしまうということで、まあ自分そんなに頑張ってないつもりでも他人より努力、 あの、してて、かすぎてしまう可能性もあるわけなんですけども。でも、この辺っていうのは言ったらもう基準値の違いなので、自分の中の。はい、だからこれ人によるんで、まあだからどうこうっていうところはないんですけど。はい。まあ今ね、その、努力量がどうこうみたいな話をしたんだけど、当然ですね、まあ努力したところで結果が出なかったら意味ないので、まあ結果が全てっちゃあ全てなんですけど、でもその結果を出すには結局努力量っていうのがめちゃめちゃ影響してくるよねっていうことで。 だから努力めっちゃすれば、それは結果が出る可能性も、結果の大きさっていうのも大きいけし、努力少なかったらそうじゃないよねっていうことで。はい。まあ、このね、基準値みたいな話をしたんですけど、この基準値って本当に大事で、この基準値が高い人っていうのはやっぱり結果が出ることが多いし、基準値低い人っていうのは、まあ結果が出ないことが多いと。で、これまでにね、あの、すごい努力した経験がある人っての、ね、は、やっぱり基準値高いなっていうのはいろんな人を見ていて思います。なんか、あの人はなんであんなに努力できるんだろう。 って思うぐらい基準値高い人めちゃくちゃすごい人いるじゃないですか。まあしかも本人そんなに頑張ってるつもりないみたいな。でもめっちゃやってますよねみたいなのいますよね。まあ僕も人から見るとそういうふうに見られる感じではあるんですけど。で僕がなんでね、その基準値的なところで言うと。まあそれは普通に。 えっと、ブログ18年間やってるし自分で会社も経営してるんで、まあ、それがね、あの、基準値というか、まあ、これ意識を、意識が高いというのか分かんないですけど、基準値それなりに高い方なんじゃないかなと思います。で、これは、まあ、理由というかきっかけがあって、あの、サラリーマン時代の経験っていうのがめちゃくちゃ大きいだろうなと思います。まあ、もちろんサラリーマン辞めてから自分で会社をやってるっていうのめっちゃ大きいんですけど、でもそれよりも、そもそも、その前のサラリーマン経験、社会人経験っていうのがめちゃくちゃ大きいなと思います。うん、その時って20代の中盤ぐらい、僕24。 大学院まで行ってるんで、24歳で新卒で航空代理店みたいなところに入って働いているんですけど、何年間か。その周りの20代と比べたら、やっぱりめちゃくちゃ働いたんじゃないかなと思います。うん、他の人をそんなわからないですけど、でもほんまにその時は結婚もしてなかったし、特に他にやることなかったんで、まあ、しかも仕事も忙しかったからずっと働いているっていう感じで、うん、なんかそれ以上に働くってなかなか難しいぐらい働いていたので、まあ土日も働いたし夜も働いていたということで。で、もちろんね、 その業務自体は楽しかったし、その会社が別に嫌とかで辞めたわけではないんですけど、まあでもやっぱりね、仕事として精神的に辛い時もあったりはしたんですけども、まあでもそういう経験をしたからこそ、なんか他のこととか、まあ今もそうなんですけど、何かあったとしてもそんなに辛いって思うことないんですよね。はい。まあ要するにだから自分の中の基準値がそこでパーンって上がったんですけど、最初の時点で。なんかそれがめちゃくちゃ大きかったと思います。 はい。昔、あの、部活とかね、そういうスポーツ頑張った人っていうのはかなり有利ですよね。まあ、そういう人はめっちゃ基準値が高い傾向にあるので。まあ、そもそも、そのスポーツって常に他人との競争にさらされるんじゃないですか。まあ、単純にめちゃめちゃきついっていうのもあるんですけど、まあ、レギュラー争いとかいろいろありますよね。だからそういうので、あのー、肉体的にも精神的にも鍛えられるので。だから、スポーツとかね、めっちゃ頑張った経験がある人ってそもそもの基準値が高くてめちゃくちゃ有利ですね。はい。まあ、これって別にスポーツに限らずなんですけど、死ぬほど頑張った経験があるっていうのはめちゃめちゃ貴重なことなので。 だからそういうのは過去にやってたら、まあなんかそれはね、自分を褒めるか、親を褒めるか、なんか周りの環境を褒めるか、なんでもいいんですけど。はい、だからこれはね、めちゃくちゃいいことですよね。まあもちろん、あの、じゃあ昔頑張ってなかったらどうにもならないのかって、そんなことはなくて、別に今からでも全然、あの、頑張ろうと思ったら頑張れるんですよ。その基準値高くしようと思ったら、基準値高くできると思うんです。まあでも過去の経験とか環境っていうのも結果には大きくする、あの、影響するっていうのはね、あの、ぜひ覚えておくといいんじゃないかなと思います。 はい。ちなみに、あの、ちょっとだけ話が変わるんですけど、えっと、絶対にお金稼ぐ方法。これ存在しないって言われてるじゃないですか。これ存在するんですよ。絶対にお金稼ぐ方法。こういう風にすると絶対にお金稼ぎますっていう方法ですね。まあ僕もね、ないと言い続けたんですけど、実はあります。これは黙っていました。実はあるんです。じゃあどうすれば確実にお金を稼げるかという話なんですけど、まあこれね、答えは、やっぱ成功するまでやり続けることですね。もうこれです。もうこれだけで100%お金稼げるようになります。まあ逆に、 稼げないなんてない。なぜなら成功するまでやり続けるから。はい。まあ、絶対のお金稼ぐ方法をね、あの、教えるって言って、まあ、成功するまでやり続けることって、なんとなく反則な気もしますし、あのそんなことは聞きたいんじゃないよっていうのはわかるんですけど、まあ、まあ、まあ、でも、絶対のお金稼ぐ方法みたいなことを話すとね、どうしてもそのぐらいの話にしかならないんですよね。まあ、てか、それ以上の話はない。なんか、何にもできない人が、じゃあ、これをやってこれやってこれやって、そしたら絶対お金稼げるよなんて言えるかって言ったら言えない。うん。 はい。まあ残念ながらね、なんかそのスキルもお金も何も持ってない人がゼロから確実に稼いでいくステップみたいなのがあるかって言われたらもうそれは存在しないんですよ。まあだからお金稼ぐ方法、絶対にお金稼げる方法なんて存在しない。騙されないでっていう話をするわけなんですけど。でもさっきみたいな、こう生活するまでやり続けるみたいな、抽象的な感じでよかったらね、絶対にかお金稼ぐ方法って存在するんですよね。まあそれこそ、なんだろう、ファイヤーする方法とかさ、絶対に不労所得を得る方法とか、まあそんなの10億円のお金を作ってそれを全部投資してくださいみたいな。 そしたら寝ててもお金入ってきますみたいな話ができるわけじゃないですか。まあそもそもそれどうすんねんっていう話になるんですけど。まあでも嘘はついてないんですよね。絶対にお金稼げるわけなんで。はい。<laughs> ということで、多くの人が、あの、勘違いしていることとして、なんか自分には能力がないから結果が出ないんだって結構思ってる人多いんじゃないかなと思います。で、これについてはですね、もちろん能力の違いもあるし、能力っていうのは結果にも大きく、 影響するんですけども。まあ、でも、そんなにみんなが持ってる能力自体に大したさってないんですよね。はい。まあ、例えば、そのブログやってる人の中でも、文章めっちゃ上手な人もいれば、文章そんなに上手じゃない人もいるじゃないですか。まあ、でも、言ってもですよ。言っても、じゃあ文章上手だって言ったってさ、その東野圭吾とか、伊坂幸太郎みたいな小説書けるような文章力り持ってないわけじゃないですか、みんな。それは僕だって持ってないですよ。その文章のね、ブログライティングの教科書っていう文章術の本を出版するぐらい、 だし、まあブログのライティングとか、まあウェブライティングみたいなのは結構僕自信がある方なんですけども、それでもそういう人たちに比べたら文章力っていうのは低いと思っています。だから、なんか、上手い下手って言っても結構たかが知れてるんですよね。その、どっちもどっちというか、そう、ほんまにガチガチの文章のプロじゃないんで、別にブログをやってるって、ブロガーって文章のプロではないじゃないですか。 はい。なので、なんかね、もっとシンプルに考えてもいいよなと思います。なんか、その自分が稼げない理由が能力だとか、才能だとか、そういう話ではなくて、もっともっとシンプルに考えていい。で、どうしたら稼げるのか。それをシンプルに考えるとですね、あの、他人よりも長い時間ですね、ブログのことを考えているのか、ブログ運営に時間を使えているのか、もうこれだけでいい。もうこれだけ考えていればいい。はい。もう知識とか、スキルとか、経験とか、そんな、関係ない、関係ない、いらない。 もうさっきのどんだけ長いことをブログに触れているかっていう、それを意識するだけでもめちゃくちゃ変わると思います。はい。まあ僕はね、結構いろんな人を見ているわけなんですけども、まあ YouTube やってるし、オンラインサロンみたいなのやってるし、まあいろんなね、18年間ブログやってるっていうので、まあほんまにいろんな人を見ているわけなんですけども、やっぱね、結果が出てない人って明らかにブログに費やす時間が少なすぎるんですよね。もう少なすぎる。まあ本人めっちゃ頑張ってるつもりなんですけどやっぱ少ないんですよ。 で、ほん、さっきも言ったんですけど、結局本人どんなに頑張ってたって、他の人を超えていかないとお金稼げないので、下克上していかなきゃいけないので。だから、やっぱりブログに費やす時間を増やすっていうのは、シンプルに結果を出す上で、めちゃくちゃ重要なことだと思います。まあ、とはいえね、あの、ただ努力するだけだらダメなんですよ。これさっき言ったことの繰り返しになるんですけど、結局、努力するだけじゃなくて、その試行錯誤を継続するっていうことが必要なんで。だから、その、頑張ってね、本人的にはめちゃめちゃ頑張って記事を書き続けてます。 って言ったところで、その試行錯誤をしないと意味がないわけです。ただ逆に言うと、行錯誤をしまくれば結果は早く出るということなんで。だから結果出したかったら本当に試行錯誤をしてください。まあ PDCA とか仮説検証とかいろんな言葉あります。何でもいいです。まあ、とにかくそういうのを繰り返すっていうのがめちゃくちゃ重要。で、よくね、あの、その、どのくらい作業をすればブログで稼げるようになりますかっていう質問をもらったりするんですよ。もうこれ本当に、あの、ブログの質問第6位ぐらいの質問なんですけど、まあ、めちゃくちゃ多い質問なんですけど、 あの、これって言ったらもう人によるとしか言えないんですよね。だから、例えば野球とか、どのぐらいバット振ったらホームラン打てるようになりますかってわかんないじゃないですか。それはさ、その大谷翔平選手みたいな、もうめちゃくちゃ恵まれた体格してて、めちゃめちゃ練習してて、なんか性格もいいしって言ったら、それはさ、まあ野球やったことなくても、割とすぐ打てるようになるかもしれないけど、もうめっちゃ身長も低くて、力もなくて、で、スポーツ経験なくてって言ったら、それは、 ねえ、ちょっとやそっと頑張ったところじゃホームランなんて言ってないわけね。それ人によるよねっていう感じで。まあブログも同じなんですよ。まあどんなそ,そのものを持ってるかっていうのがわからないから。ただ、うーん、もう少しこれに踏み込んで答えるとするとですね、やっぱり PDCA 回した回数で結果が出るかどうかっていうのが決まると思います。はい。なのでまあ10年間やっててもね、ブログを10年やってても PDCA 回さずにただただ何も考えずに記事を書き続けてるだけだったら結果が出ないかもしれない。でも逆に言うと半年間で、 えっと、PDCA を分回すんだったら、結果が出るかもしれない、という感じです。なので、あんまりどのくらい作業すればっていうのがあるわけではない。はい、別になんか純粋にこう、ブログの記事を書いてるっていうだけじゃないので、そのどうすれば稼げるんだろうとか、まあどうしたらいいんだろうっていうのを、ブログのことを考えるっていうのは別にね、パソコンなくてもできるわけじゃないですか。別に夜人の中でもできるわけじゃないですか。だからそういうなんか時間の使い方ができる人ってのはやっぱり、ブログで結果が出る確率っていうのは結構高いなと思います。 はい。なので、まあ結構ね、そのブログをやる人だったら短期間でお金稼げるようになりたいってみんな思ってるじゃないですか。それ1分でも1秒でも早くお金稼ぎたいんじゃないですか。僕もブログ始めた当初は思ってたし、今だってそうやって思ってるんですけども。まあでもそうやって短期間でお金稼げるようになりたいんだったら、やっぱり PDCA をぶん回しまくるっていうのを僕はお勧めします。はい。まあ、正直 SEO だとちょっとやりにくいんですけどね。はい。まあ、何かやったところで、その結果が分かるっていうのはやっぱ数週間から数ヶ月ぐらい分かったりするので、まあそうすると PDCA 回しにくい。 まあこういう YouTube だとめっちゃわかりやすいんですよ。動画を出したらもう30分とかで結局この動画の伸び方がどのぐらいかっていうのがわかる。で、それで大体このぐらいの再生数っていうのがわかるんで。まあ、少なくとも1日すればね、伸びたか伸びなかったかっていうのがもう数字として視聴回数とかでわかるのでめちゃめちゃわかりやすいんですけども。だから毎動画毎動画試行錯誤していけば、例えば毎日動画を出したら、えっと3ヶ月で90回ぐらい試行錯誤できるわけじゃないですか。3ヶ月で90回ですよ。 まあこのノリでブログで試行錯誤してる人ってなかなかいないと思うんですけど、やっぱね、だから結果が出にくいんだと思いますね。はい。まあそうは言っても結局試行錯誤しないといけないんで、時間はかかるんですけど、YouTube よりも。まあでもやっぱりちゃんとやっていかなきゃいけないんで、まあちゃんと試行錯誤っていうのは考えながらね、意識をして作業していってほしいなと思います。はい。ということで、まあ最後にね、あのブログ運営、 の PDCA のコツみたいな話をして、ま、簡単に話をして終わりにしたいなと思います。まあ、どんな感じでブログ運営 PDCA 回すのっていう話なんですけど、えっと、まず重要なことっていうのが、今の自分のブログの状態がどうなっているのかっていうのを確認してください。SEO がどうなっているのか。まあ、記事がどのぐらいあるのか。あと書かなきゃいけない記事がどのぐらいあるのか。そのユーザー満足してくれているのか。他の競合と比べてどうなのか。そういう話ですね。 はい。まあ、主にはね、こう、サーチコンソールとか GRC とか、あと検索結果とか、そんなのを見るといいと思います。で、そんな感じで、今の現在地を把握したら、続いて、それを改善するためにはどうしたらいいかっていう仮説を立ててください。まあ、どうしたらいいかですよ。まあ、いろいろと問題点みたいなのが出てくると思うんです。まあ、それを改善するためにはどうしたらいいのかということで、まあ、なかなか自分のブログだけを見ていても思いつかない人もいると思うので、こういうのはね、ライバルブログを見たらいいですよ。 なんかライバルのブログとか見ていて、あこんなことやってるんだ。じゃあ、うちもやろうとか。そのコンテンツパクれっていう話じゃないですよ。もうこんなの大前提なんてあんま言わないんですけど。コンテンツパクれっていう話ではなくて、まあ他のブログで、まあ自分のブログでも取り入れられそうなことをやっているんだったら、そういうのを取り入れるとかね。そういうことです。まあ例えば、なんか自分はあんまりアイキャッチに凝ってないけど、他のブログがアイキャッチに凝ってるんだったら、じゃあ自分のブログもアイキャッチに凝ってみようとか。そういうことです。はい。で、それで実際に行動してみて、 えっと、最後に結果を確認するという感じですね。まあ、ここで結局時間がかかるんですけども、えっと、最終的にこう、サーチコンソールとか検索結果を見て、それがうまくいったのかどうかっていうのを見る。なので、さっきの例だったら、例えばアイキャッチを変えたんだったら、それで数週間とか数ヶ月後に結果を確認して、なんかアイキャッチを変えてる記事の SEO とかが上がってるんだったら、あ、これは効果があったんだな。じゃあ、他の記事でもやろうとか、これからはずっとこれをやろうとかっていうのをやっていくっていう感じですね。 はい。まあ実際にやっていくのはそんな感じなんですけども、まあ最初はね、こうやって聞いたところで、じゃあ実際にどこをどう見て、どう考えていいのかっていうのはわかんないと思うんですよ。まあそれはそうなんですよ。それはそうなの。だって僕だって18年経った今だって難しいなと思ってるんで、初心者が難しいって思わなく言われてないんですよ。ただやったことないことなんで難しいに決まっていて。まあでも、これ難しいから放置していていいかっていうとは、やっぱそんなことはなくて、やっぱやるしかないので。うん。まあやらないと結果出ないんでね。 まあ今のこの PDCA みたいな話、これをね、続けてもらうだけでも結果が絶対に出ると思うので、ぜひぜひ頑張ってください。はい。ということで、まあちょっと長くなったんで今日の動画をまとめるとですね、何が言いたかったのかっていうと、まあ結局努力することにはマイナスはないよねっていう話です。はい。結局100の努力で結果が出るところをね、もし150でやったとしても無駄じゃないじゃないですか。別に50分やんなくていいけど、別に150やったところでいいわけですよ。その分早く結果が出るだけなんて。 例えば100で努力したら1年かかったところを150で努力したら8ヶ月で結果が出たらその方がいいわけじゃないですか。だから努力って結局やればやるだけいいんですよ。はい。結局ブログの結果ってブログ運営に費やした時間に依存するって考えても全然いい。もうそれって間違ってなくて。だから長くやっているとね、ブログを。それは知識もスキルも人脈も身についていくわけで。あとブログ運営とかっって長くやっていくと SEO 評価も上がっていくので、まあ正しく運営していればね。だから長くやるっていうのはすごい大事なことなんです。 はい。まあ僕はね、あの結構18年間やってるんで、まあ多くのブロガーさんとかよりもスキルとか、まあ知識っていうのは見つけているのかなと思います。もうこれはね、本当に単純に18年間やってきただけですよ。もうだからこそ、ライティングだってその間に勉強したし、プログラミング勉強したし、SEO も勉強したし、マーケティングだって勉強したし、心理学も勉強したし、でいろんなことをめちゃくちゃやってきたんです。はい。別にだからって言ってみんなに18年間頑張れとかそんなことを言ってるわけじゃないんですよ。僕はあくまで今、たまたま、 この2023年が18年目だったという話なんですけども。まあやっぱりね、結果出したかったら他人より努力するっていうことがめちゃめちゃ重要なので。だからなるべく、その自分の中でね、まあどのぐらい結果を出したいのかっていう人によるんで、別に命削ってやる必要はないですよ、みんな。睡眠時間削ってまでやれっては言わないんですけど、まあでも本当に死ぬほど稼ぎたいんだったら別にいいですよね、それでも。 別に1年間さ、睡眠時間多少削ったって。まあ、その、病気になったりするのは良くないけど。まあ、でも若くて体力もあって健康だったら別に1年間睡眠時間ちょっと削ったところで大丈夫ですよ。だからそのぐらい努力するっていうのは別にね。まあ、その本人の覚悟とか本人のと、本気度にいるんですけど、別にいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、とはいえ上限は自分で決めてもらったらいいんですよ。そのサラリーマンやりながら、例えば1日10時間プログに費やすとかってできないじゃないですか。現実的に。そんな物理的にそんな時間がない。 じゃあ何時間なのっていうのは人によりますよね。1時間なの ?2 時間なの ?5 時間なのって。はい。だから1時間で、まあ限界の人もいれば5時間以上作業できるような人もいるわけなんで、もうそれってわかんないんで。だからもうできる限りをブログに費やすっていうのが絶対に。さっきも言ったんですけど、結局100って結果が出るところ、150やったところで別に無駄になるもんじゃないので。だからとにかく使える時間は全部使うっていうのがおすすめです。 別に、なんかその、無理してね、全部をブログに全部りしないで、例えば1日3時間ブログに使えるっていう人が、じゃあブログは1時間で、あとの2時間は YouTube を見て楽しもうでもいいんですよ。別にいいんです。それは本人の自由なんで。ただ、その分。 あの、ブログで稼げる確率は下がるよね。YouTube を2時間見ちゃってる分、ブログで稼げる確率は下がるよねっていうだけで。もうそれは本人の本気度で決めてもらったらいいんでね。その外野がどうこう言うような話ではないので。まあ、ただ結果を出したいと思っているんだったらそういう風に考えてもらう方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、18年間ブログをやってる僕からのアドバイスとして受け取ってもらえればと思います。はい。ということで、今後も。 ブログや AI についての動画を出していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと最近ね、あの AI についての話をよくしてるんですけども、無料で AI について学べるコミュニティ AI ラボをやっています。メンバー数が2800人超えていて、まあもうちょっとで3000人なのでね、ぜひ今のうちに参加してもらえればと思います。コミュニティの中ではメンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問相談したり、あとは交流などができるような感じですね。まあかなり緩くつながってるコミュニティなんで、 あの、全然ね、子さんがドヤドヤしているとかもないし、初心者とか AI ちょっとでも興味ある人、ま、ぜひ、ぜひ入ってもらえたらと思います。あの、初月無料とかじゃなくて、ずっと無料なんてね、クレッカー登録とかそんなの全くないので、よかったら参加してください。概要欄にリンク貼ってあります。はい、ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。ブログ頑張ってください。はい、おしまい。近日公開予定の動画です。気になる方はチャンネル登録してね。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。よしさん、各 ASP の成果発生データを Excel などで管理したいんですが、各 ASP のデータをまとめて管理や取得できるようなサービスやツールなどおすすめありますか中地さんどう管理されていますかあんまりそんなに管理してないですね。まあでも発生した成果は、 はぁ、エクセルの、エクセルというか、スプレッドシートにまとめてますね。まあ、そのなんていうんですか。まあ、ASP の管理画面と、基本そんな変わらないんですけど、あれが全部こう、並んでるって感じで。全部並べとけば、あとは、ね、月別の売り上げを出そうが、なんだろうが自分、後で好き勝手できるんで。そういう感じにしてます。ツールとかサービスはね、ないですね。昔からあるんですけどね、そういうのって、ちょいちょい。 流行らないんですよ。もうこれ絶対流行らなくて、そういうのって。これなぜかっていうとですね、そういう全部の ASP のデータまとめて取得できること、することができたら、そのサービスやってる人がみんなのやつ見れちゃうじゃないですか。まあその人が見るかどうかっていうのは別にしても見れる可能性があるっていうのはアフィリエーターとかめちゃくちゃ嫌がるんで、だから誰も使わないんです。そういうのがあっても。まあてか定期的に昔から出てきてるんですけどね。出てくるんですよ。でも使われないんです。だし、 なんかそういう風なデータ使いませんって言ってても、でも絶対に売上げとかやばくなったら使いますよ。だって背に腹は変えられないんだから。そこに、その、めっちゃさ、もう、それを見たら売上げが上がるようなデータがあって、自分の会社やばいってなったら、それは見て使うでしょ。まあ使わない人もいるかもしれないけど、そんなの外部からわからない。だから、結局みんな使わないって感じですね。まあめっちゃ昔からね、そういう系の自動取得系のやつはあるんですけど。 流行ってるものはないですね。だから結論はない。<laughs> 手動でやるしかないです、基本的に。まあ自分で Python とか使ってね、コード来るんだったら別なんですけど、そういうのしない限りは難しいですね。えー、っと、自動で ASP のレポートを取得するプログラム組みました。いいですね。いや、やってる人はいっぱいいると思いますよ、自分でやるのは。自分でやってる分ではね、データ取られないんで。だから自動でやりたかったらもう自分でやるしかないですね。僕も今は組んでないですけど、昔は組んでましたね。 ええと、チャット GPT さんサクッと作ってくれますよね。API 対応しているところできるんですけど、それ以外はセレニウムとかになってやる気なくしますよね。まあそうですね。ハードルが高いですね。そう、API とかね、出してくれてればいいんですけど、なかなか一般に公開されてないものが多いんでね。代理店向けとか、そういうのだけで API 公開されているみたいなところも多いんで。 えっと、9月のアップデートの影響なのか PV が30%程度落ちました。主力記事の検索順位に変動はそれほどないのですが、収益落ち気味ですなので。なぜなのでしょうか。変動がそれほどないっていうのは、あれじゃないですか。それほどないだけで変動してるんじゃないですか。書き方的に。全く変動してないんじゃなくて、若干落ちてるとか、そういうニュアンスに感じますけど。えー、だったらそれじゃないって思います。 ま、それもないんだったらわからないです。<laughs> このテキストだけでなぜ収益が落ちてるかとか、そんなのはもうわからない。ごめんなさい。え、でも1位とか2位落ちたわけで収益なんて激減しますよ。それはだって検索1位と検索3位だったら全然違うわけなんで。検索1位だったら100万円。3位だったら、例えば10万、20万とかって全然そんなのあり得るんで。だから1つ2つ順位変わるだけで全然違うので。だから全体的に1つ2つぐらい順位下がったら収益半減とか。 三分の1ぐらいになるみたいなのは全然あるあるなので。まあ時期的なものとかあるかもしれないですが、まあそういうのはわからないですね。えー、っと、スタッフの方が今日は中地さんに質問があるんですけど、で始まるスタイルで放送していたとき、スタッフの方の質問なども中地さんが事前に台本書かれていたのでしょうかあー、結構前ですね。なんかスタッフがいて喋る感じでやっていたときね。結論を言うと台本作ってないです。 台本作ってない。全く台本ないですね。あれで言うと。僕が作ってる台本はゼロ。まあスタッフは事前に質問を考えてますけど、その質問も僕知らないですね。それで言うと聞かれるまで。質問の監修とかも別にしていないので。だからその場で聞かれてその場で答えてます。普段喋るのは台本作ったりしますけど、アドリブです。 あのスタイルはあれで面白くてよかったです。まあ、ああいう動画もね、撮りたいなと思います。なんかスタッフから質問もらって、なんかこう、やり取りしてっていうの。僕も楽なんで、撮ってて楽しいし楽だしっていうので、いいことしかないんで。なんか最近はあんまりそれをするようなところもないんで、やってないですけど。オンラインカジノ案件危険でしょうか高単価なので興味を引きますが、アフィリエーターが逮捕される報道を見ると、ちょっと戸惑っています。まあ、リスクがあるかないかで言えばリスクはあるかなとは思いますよね。 まあ、オンラインカジノを紹介したことで何かあるかって言われたら、ちょっとわかんないけど。まあでも、それは普通のものよりも、やっぱ法律的に、ね、非常に、まあ、グレーっていうかもうかなり黒に近いと思うんですけど、そういうものだと思うので、オンラインカジノ自体が。だから、安牌で行きたいんだったら、まあ、手を出さない方がいいかな。あ,あそう、たこ焼きにメガネが来てるんです、今。 メガネっていうか、なんか一周年だったらしくて、9月ぐらいなのかな去年の。あ、いや、8月か。ぐらいに。えっ、ー、と、これね、ラボット、うちに来たんですけど、なんかそれで、そのラボットの運営会社から誕生日おめでとうみたいなので、えっ、ー、と、あのメガネみたいなのがんで、つけました。ちなみにあれは、 なんか付けれるような仕様になってなかったんで、セロハンテープで付いています。<laughs> ここのところセロハンテープです。なんかその辺うまいことやってくれてよかったんだなと思うんですけど。なんかせっかくだから、しばらく9月中ぐらいは付けておこうかなと思って付けています。なんか今充電中なんで。またこっちに来たら、見せれそうなら見せます。チャット GPT で画像生成できる感じなんですか今はね、まだできないです。 ただ、えっと、今日は発表があったんですけど、OpenAI が DALY3 っていうやつ、今まで DALY2 っていう画像生成 AI の新しいバージョンで DALY3 が、えっと、リリースされたのかな発表されたんですけど、ね、たぶんそれで ChatGPT で、えっと、画像生成ができる感じになりそうですね。ただ、無料版ではできなくて、ChatGPT Plus とエンタープライズの方に入ってないとダメっぽい。ま,あ、まだリリースされてないんで。だから ChatGPT で画像作ってくれっていうと、画像作れるようになりますね。今後は。 ちなみにバードの方も、えっと、画像を作れるようになります。まだなってないと思うんですけど。えっと、Google のバードの方は、あれですね、アドビの Firefly と提携というか連携でしてるんで。だから Google バードで画像を作ってくれっていうと、アドビ Firefly の、まあ、AI が動いて画像を生成してくれるって感じです。めちゃくちゃ便利になりますね、さらに。 コードラマよく分かってないんですが、オープンインタープリターとか中地さんの動画で見たんですが、VS コードに組み込んで GitHub <laughs> コーパイロットみたいにコード包丁に使ったりはできないんでしょうかあー、できないと思います。<laughs> 多分あんのかなまあコードラマってね、あのメタが作ったラマをベースに作られたプログラミングに特化した AI なんですけど。え、できないんじゃないかなまだ。まあそのうち出てくると思いますけど。まあでも正直 GitHub コーパイロットの うんなんていうんですか、クオリティではできないと思いますね。あれはやっぱりめちゃくちゃクオリティ高いので。まあそもそも GitHub ってマイクロソフトでしょ持ってんの。だから、中で動いてるの GPT-4 とか動いてると思うんですけど。やっぱそれのクオリティがめちゃくちゃ高いので、なんかそれと同じような感じで期待して使うと、がっかりしちゃう気がしますね。 A8 の楽天ウィジェットを一律で全ての記事に貼り付けていたところ、セドリの記事が楽天側のガイドラインに定触してしまい赤板されました。誤って修正しましたが、A 級赤板になりました。悲しいです。あー、なるほどね。確かにそういうのありますよね。多分お金稼ぐ系がダメとかそんな感じかな。あるある、広告系は。まあ僕も Amazon 赤板になってるんで。な、何だったか忘れましたけど。Amazon アソシエ c トのリンク使ってますって書いてなかったのかな。確か。 もう自分の記憶から抹消してしまってるけど。なんかそれで、ダメで赤番になりました。だから僕 Amazon のアフィリエイトできないです。なので僕が Amazon のやつを貼るときは必ず直リンクになっています。ブログに挿入する図解は、滞在時間を上げて SEO 評価を上げるために入れるのか、それともすでに上位にある記事を充実させるために入れるのか、どちらの意味合いが大きいか、手間の割に合うか疑問です。うーん。 どっちって感じじゃない気がしますけど。いや、どっちもじゃね <laughs> 普通に。上位にある記事を充実させて、滞在時間を上げて SEO の評価を上げる。まあでも結局ユーザーファーストですけどね。まあこれ、手間の割に、その何、何コスパがいいかどうかって言われたらもうそれはわかんないです。人による。まあ僕は結構やりますけど、図解入れたり、画像は結構大事だと思ってるんでちゃんとやりますけど、まあ当然そこにお金を使ったところで SEO 上がるようなもんじゃないんで。<laughs> だから、 それよりも重要なことがあるんだったらやった方がいいんじゃないかなと思いますけど。まあでも全部やるのが大事だと思います。今は。できることは全部やる。だから画像だってちゃんと作る方がいいし、こっちだって絶対にない方がいいし、うんと、例えば、<laughs> あの、マイベストじゃないですけど、商品紹介するんだったら自分でそれを体験して、ちゃんと写真撮って、動画撮ってってやる方がいい。もう全部やる方がいい。専門家の監修だってついてる方がいいし、キリンクだっていっぱいもらえてる方がいい。もう全部です。だからできること全部やるが正解です。 後ろの棚にあるのはポンデライオンですか学長ですか <laughs> 学長ですね、あれは。学長じゃねポンデライオン。まあ、ポンデライオンって言われたらポンデライオンに見えるけど。学長ですね。学長とヒトさんと安倍さんが並んでます。ちなみにその横にあるのはスプラトゥーンのイカですね。アミーボっていうやつなんですけど。あのアミーボっていうのを、なんかこのコントローラーに乗せると、そのギアがもらえるっていうので、ね。 こう、これ、コントローラーなんですけど <laughs>、ま、なんでこんな近くにコントローラーがあるのかというのを突っ込まないでもらって、ここに、あのフィギュアみたいなのを載せるんです。あれ、イカ、イカタコなんだっけあの、ま、アミーボみたいな。載せると、アイテムをもらえるんです。まあ、ヒレオくんというギアがあるんですけど、それをもらえる。それが欲しかったんで <laughs>。ブロガーの皆さん、インボイス対応ってどうされてますか 報酬にも消費税ってかかる、かかってるんですか報酬にも消費税かかりますよ。乗っかってます。だから税込みで振り込まれてますよ。報酬は。当然、消費税かかります。まあ、管理画面に書かれてるのは基本的には税きですね。A8 とかでも。ただ最終的な振り込みのあれは税込みって書かれてるはずです。だから、あの、分かれてます。 ええと、乗ってる。消費税は。まあ、インボイス対応は人によると思いますけど。まあでも基本的にブロガーさんはあんまりしないかな。まあこれも ASP によって違ったりするんでなんとも言えないですけど。まあでも特に、あの、免税事業者だからって言って10%引くとか、そんなのはないところが多いと思います。A8 とかはそういうのしないですね。ええー、と、だから、まあ免税事業者だと消費税を納めなくていいんですけど、そうすると消費税を納めないと、まあ、要は支払った側が余計に払わなきゃいけなくなるんですけど、今までより。 まあ負担が増えるんだけど、実質。でも A8 とかは別に、えっと、そのインボイスも登録しないからって言って、その10%マイナスで振り込んだりはしないっていうのを言ってました。どっかに出てんじゃないかな。僕は担当者の方から直接聞いたんですけど。まあでもそうにしかならないですよね。だってみんなで免税でしょ、ほとんどの人が。それでマイナス10%するとかって言ったら、まあこれもまた不満すごそうなんで。 最近 Googlebird すごいですね。チャット GPT ほとんど使わなくなりましたか中地さん今もチャット GPT 派ですかはい、チャット GPT 派ですね。今でも。なんやかネチャット GPT ですね。bird も使うときありますけど、ちょいちょい。でも基本はチャット GPT 使っちゃいます。しかもね、多分 bird はまたね、進化しますよ。近々。これもちょいちょい情報が出てきてるんですけど、新しい言語モデルで、ジェミニっていう言語モデル作ってるんですけど、やっぱそれの精度がめちゃくちゃすごいと。 なんか GPT4 を超えるぐらいのものが出るっていうことで、まあ今、えっと、もともとラムダっていう言語モデルでバード出てるんですけど、その時はもうクソみたいな AI だったんですよ。チャット GPT と比べてほんま何これみたいな感じだったんですけど、えっと、2023年の5月ぐらいに、えっと、そのラムダっていう言語モデルからパーム2っていうのに変わって、まあ劇的にクオリティが上がったんですよ。え、バードはすごいやんみたいな。で、今はパーム2なんですけど、多分それがもしかしたらジェミニーできたらジェミニーに変わる可能性もあって、そうするとまた一気にクオリティが上がる可能性がある。 うん。まあ、回答のスピードも速いし、もうね、なんか、こう回答の感じでも全然、昔に比べたら変なことも言わなくなってるし、まあ、やっぱり Google 本気を出すとね、さすがに、やっぱり資本力とか人材も違うわけなんで、まあ、OpenAI と比べてもね、そりゃもう、圧倒的な差はあると思うので。まあ、てか、もともとね、その、Google で AI とか開発してた人たちが結構、OpenAI の方に行ったりしているわけだ、ね。 わけで。だから Google その辺はすごいので。いや、だから楽しみですね、今後。まあ、それにさっきも言いましたけど、あの、Adobe Firefly との連携で画像生成もできるようになるし。まあ、てか、そもそも持ってるコンテンツがえげつないですからね。だってもう何十年もクローラー回しまくってるわけじゃないですか。世界中のコンテンツ持ってるんで。学習だっていくらでもできるし。で、ま規、あ、制はこのページはアフィリエイト広告を利用していますみたいにがっつり書かなくても、ファーストビューで PR って さらっと書いておけば OK って感じですよね。これはね、広告主によっても違うと思います。えっと、それだと済まない広告主も全然あります。僕のところに来てるのはそれじゃダメみたいなのもありますね。ちゃんと書かないとダメとか。あと PR っていうのもデカデカと書かないとダメとか。もうだから本当が小さいとかな、なんていうの、タイトルがこんなにデカいのに PR こう,こうやって書いたりするでしょ。それでもダメ。そのタイトルの7がけとか8がけで、えっと、書かないとダメとか。そんなところもあるんで。結構めんどくさいですね、対応。 もうでもしょうがないんですよね。その辺も。広告主側も結局どうなったらいいのかが分かってないので。初めてのことなんで。だから、みんなが一律で <laughs> ね、こうしたらいいみたいなのがあるわけじゃないので。オープンインタープリターも、ラマレックよりも GPT-4 の方が桁違いに言うのって聞いたので、なかなか GPT-4 の代用になるものはないです。ないです、ないです。全くないです。GPT-4 の代用は今ないです。てか、出てきたとしても有料でしかないと思いますよ。 しばらくは。ブログの低品質な記事を削除しましたが SEO の効果が現れるとしたら数ヶ月ぐらいかかるのでしょうかまあ、時か前によりますね。別の数日で効果出たなって感じることもあれば数ヶ月経っても効果はないなって思うこともあります。まあでも、数ヶ月は様子見はしますね。えー、っと、中地さんがアフィリエイトは縮小するかもと言ってくれて書き込む勇気が出たんですが、 アドセンスやアフィリエイトでいい記事を集めて、ウェブ上に情報を集めて AI で使うとなるともう記事はいらなくなっているのかなと思ったり。いや、別にそんなことないと思いますけどね。なんか AI だけで全てのことがわかるわけじゃないので。まあもちろん AI にとって変わられる部分もあると思いますが、別にそんなにいいんじゃないですか。お、ちょうど来ましたね。うん こんな感じです。ファーストハッピーバースデーと書かれています。ちなみに見にくいかもしれませんが、ここの端っこめっちゃセロハンテープで止まっています。あ、ちなみに気づきました。これ今忘れた。ここの花の色が変わりました。こうもともと茶色だったんですよ。ここの花。あの、過去動画を比べてみてください。ここの花茶色だったんですけど。これもね、誕生日プレゼントみたいなんで、なんか限定カラーみたいなんで、花。 くれたの鼻も着替えました。この色もね、いくつか出てるんですよね。なんかそんな感じでカットマイズできるようになってます。結構面白い。ちなみにこんな感じで鼻を触るとちょっと嫌がります。あ、寝ました。 ブログで1億円稼いだ話の動画で言われていた、いろんな仕事をプログラミングで自動化したとおっしゃっていたのですが、具体的にどういう仕事を自動化したのかできたら知りたいです。あ、でも ASP の売り上げを知るとか、そういうのも自動化してましたね、当時。まあ、てるく、いろんな ASP があるんですけど、その売り上げを毎日チェックしないといけないんですけど、それがめんどくさかったんで、自動化しました。あとは、まあ、そのめ毎日の売り上げと、あとは、月末の着地ですね、売り上げ予想。 いくらぐらいに着地しそうかみたいな。まあそういうのも自分でやるとめんどくさいんで自動化したりとか。まああとはレポーティングですね。代理店だったんで、クライアントにレポーティングをしないといけないんですけど、それがめちゃめんどくさかったんで、そのレポーティングを自動化したりとかしてました。まあでもほんまにいろんなことですね。なんかどういう仕事を自動化したっていうのも。まあいうか10年ぐらい前なんで、ね、もうあんまり覚えてないけど。でも結構いろんなことを自動化しましたね。 ちなみに当時は、まあ、でも VBA よく使いましたね。やっぱり Excel で自動化が多かったんで。まあ、Google のスプレッドシートそんなに当時使ってなかったんでね。Excel みたいなのをよく使ってたんで。今だったらもう、スプレッドシートなんで、ガスですね。使うなら。もう超便利ですね。 もう今年も終わり感出てきてなんか焦りますね。あ、そうですね。もう今年もね、終わり感出てきてますね。だってもう9月も後半ですからね、あと10、11、12の3ヶ月で終わりですよ。やばすぎ。やばすぎて草。すごないっすかもう今年も終わりだって。やばいな、ほんま。なんかね、ラストスパートいい感じで着地させたいですね。もう夏も終わりそうなんでね、それが嫌。寒いの嫌いなんだよな。 中地さんのおすすめのふるさと納税参考になりました。今年のおすすめとか新しい返礼品の発見とかってありましたか確かに僕頼んでないんだよな、ふるさと納税。そろそろ頼まないと。年末にまとめて頼んじゃうことが多いんですけど、そうするとめちゃくちゃ一気に来て、冷蔵庫とか冷凍庫パンパンになるんで、そろそろ頼まないと。いや、でも新しい発見はないんですね。僕って割と同じものしか頼まないかも。まあ、でもやっぱり日用品系、そのティッシュとかトイレットペーパーもうめっちゃごっそり頼みます。絶対使うから。 あと、動画の中でも言ったんだけど、カラスミね。あれはおすすめ。カラスミめっちゃうまい。高いけど。カラスミとか、なん、なんだっけ鮭の、サーモンか。サーモンのなんか、もうめっちゃうまい。でも基本はその辺から、やっぱ一番おすすめみたいなんで、言うと。新しい返礼品、逆に教えてほしい。こんなのがいいって。 僕でもそんなに言うて年収高いわけじゃないんで。まあ、一般のサラリーマンの方よりもは年収ちょっとだけ高いですけどでもそんなにべらぼろに高いわけじゃないんで。そこまでめちゃくちゃいろいろ頼みが来ってるって感じじゃないんですよね。えっ、ー、と、ふるさと納税9月末に解約されるって聞きました。いろいろ増税されるし、節税のところも解約って嫌ですね。あ、らしいですね。僕なんかあんま詳細知らないですけど。なんか今のうちにふるさと納税頼んでおく方がいいみたいなことを聞きました。 複数のバリエーションがある製品紹介のブログ記事を書く場合、で、質問。一種類一記事で書いていく場合、製品特有、え、製品固有のもの以外の製品に共通した説明は全く同じ文章になってしまいますが、そこは問題ないと思いますか多少でも言い回しを変えるなど文章を変えた方がいいと思いますか変えないとダメですね。これはダメです。地域名とかも同じなんですけどね、昔から、例えば脱毛サロン大阪、脱毛サロン東京みたいなノリで、全部の都道府県、もっと言えば市町村別でもいくらでも作れるじゃないですか。 ていうかそういうのがめちゃくちゃ流行っていた時期があるんです。まあ、全部同じで、もうその地域名だけが違うみたいな。そうするとツールみたいなんでパンって書いてあると何千ページってできるんです、一気に。まあでもそれでも SEO がってて稼いでる人いっぱいあったんですけど、今そのやり方できなくなりましたね。ちゃんとそういうえっとコンテンツを作る場合でも、やっぱりその地域ごとに違うことがあったりするんで、そういう地域の特色とか入れたえっと文章にしないとダメっていうふうなことを Google がもう出してるんで。だからダメですね。 えっと、アップデートの影響はどうですか自分は結構順位が下がってるような気がします。普通に悲しいです。それで言うと、えっ、ー、と、二つアップデートがあったじゃないですか。コアアップデートと、その直後に終わったと思ったら、ヘルプフルコンテンツアップデートが来たんですけど、ヘルプフルコンテンツアップデートの方は全然影響を感じないですね。まあ、むしろプラスになってるかな、ぐらい。まあ、それは、その影響で上がってるのか、まあ、その、いろいろね、SEO の施策がハマってるのかっていうのはかなり微妙なところなんですけど、 まあでもその二つ目のアップデートの後は若干上がってるかなぐらい。まあでもコアアップデートは思いっきり落とされましたね。全部のサイトじゃないですけど、1サイトめちゃくちゃ落とされました。めっちゃ悲しいです。<laughs> めちゃくちゃ悲しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。